Thank you.
Thank you.
は盛り上がっておるようじゃの。それにしてもいい月じゃ。魔界の月にもウサギっておるのかの。どこの月だろうがウサギはいないぞ。まったく夢のないやつじゃの。ピッチピチのバニーちゃんたちがペッタラコペッタラコをやっとるかもしれんぞ。それはもうウサギじゃない。こんなところに呼び出したのはそんな話をするためか。会場に戻るぞ。酒も飲みたいしな。レジ。ん？あの時主は自らの命を絶つことになる術を使おうとしたであろう。その話か。結果的に俺は生きてここにいる。運があった。それでいいんじゃないのか。そうはいかん。またこういうことが起こったら主は同じことをするつもりか。主の人間の命は短い。それなのになぜそれをもっと短くしようとする。言ったはずじゃ。わしの命は、わしの時は。俺とお前どちらが先に死ぬか考えること自体に意味がないさ。真っ当な仕事じゃない。いつ死ぬかなんてわからん。ただ命を懸けねばならん時だけは謝りたくはないと思ってる。10年前、親父はそうやって死んだ。そうじゃ。あやつはわしが。自分を責めるな、シャオム。親父はその時を謝らなかっただけだ。大間の企みを阻止し、お前を生き残らせた。そしてお前は俺を組織の一員として育て、俺は大間の計画を潰すことができた。そう考えれば親父の死は約束されたものだったのかもしれない。それが主らと異なる時を生きるわしの役目だというのか。そこまでは知らんさ。言ったろ、任務の中でいつ死ぬかなんて誰にもわからない。ただただお前が先に行くなら俺はそれを見取ってやる。俺たちはどちらかが死ぬまでコンビなんだからな。レイジ。わしも約束するぞ。主は死なさん。そしてわしも死なん。主がこの仕事を引退するまでわしが面倒を見てやる。シャオム。それだけではないぞ。炊事、洗濯からよとぎまで何でもござれじゃ。よれよれのじいさんになったら介護だって任せ。つきっきりで見てやるからの。そしてそして最後に主が死んだら
毎日墓参りをしてやる。毎日きれいに掃除して、毎日花も備えてやる。そのつもりでおれ、レイジ。そいつは超常。何年先になるかわからんが、死んだ後まで面倒を見てくれるとは、至れり尽くせりだな。おっと、早速じゃな。それはダメじゃ、寿命が縮まる。な、何するんだ、返せ。ダメ。それにタバコはキスの味が悪くなるでな。何？おい、こんなところで。大丈夫じゃ。月しか見ておらんでな。そして明日は来る。